こんにちは、親父です。今日はね、去年も来ました。河津桜が綺麗に咲くね、広場、西志津多目的広場、スポーツ広場に来ました。朝ね、あいにくの雨だったんで、この駐車場が水浸しにこうなってるんですけども、なんとかね、降りれるところを探して止めました。広場はまあこんな感じですね。まだ見る限りね、3部も咲いてないのかな。あ、ちょっとここに河津桜祭りの詳細が書いてますね。平成30年3月10日、そして11日ってことでね、まだ10回目なんですね。去年は1回来て、で、まあそこそこ咲いてたんですけど、多分今日より咲いてると思います、前回は。で、その後で、もう満開の時にちょうどね、タイミングよく行けた感じだったと思います。こんな感じでね、ほとんどこう咲いてないつぼみの状態なんですけど、今日はね、気温が20度まで上がるってことで、今週ぐらいから結構気温が上がってくるんで、一気に咲くんじゃないかと思います。ここがね、全部一面にこうね、河津桜がこうね、植わってるんでね、木が。ほんとね、とてもね、綺麗なんですね。まあ、よろしければね、前回の動画見ていただけるとね、どのぐらい綺麗だったかっていうのがわかるんですけども、まあ、今年もまた来たいな。すごい綺麗だと、本当に。去年見た桜のね、桜見に行った中でも1、2を争うぐらい、ベスト3に入るぐらい綺麗でした。こんな感じで見るとまだまだだね。で、朝本当雨がすごかったんで、ちょっとね、歩いて回るところがあるんですけど、まあ、ランニングするコースだったりとかね、そういうのがね、水を吸い込んじゃってぐちゃぐちゃになっちゃってはいますね。やっぱりちょっとまだまだだな。今日はでも今年まだね、梅を見に行ってないんで、梅見に行ってこようかな。今日何日だ ?2 月の、2月の、何日だ20、違う、今日3月も入ってるんだ。今日3月1日ですね。やっぱ今年2月のうちに梅見に行かなかったな。まあ、ちょっとタイミングも悪くて行かなかったんですけど、この後ちょっとね、梅見に行ってきたいと思います。あ、鳥がかわいいよ。鳥映るかな、映ったかな。あ、飛んでっちゃったな。結構鳥のさえずりが聞こえるんだよな。何種類かいそうですね。ちょっと大きめのやつとちっちゃいやつと、かわいい。大きいのがいじめてるな。今日1日だろ、10日ぐらいだから、もうでもほんと今週咲いちゃうな、油断すると。まあ、去年もね、ちょっと感じたんですけど、ここのラインはね、ちょうど日が当たりやすいのが少し咲いてるんだよな。ここら辺はだいぶね、咲いてますね、本当に。残念なのはね、ワンちゃんとか動物をね、連れてきちゃダメなんですよね。ほんと散歩に向いたような公園なんですけど。
だけね広さがあるんで散歩とかねすごい良さそうなんですけど、ダメなものはダメですからね。ワンちゃんは違うところに散歩に連れて行きます。ほらここら辺はだいぶ咲いてるのよ。ほら綺麗だね。今週日曜日は混むかな。日曜日が気温高かったんだよな。だから火曜日に早めに仕事が終わったらちょっと寄ってみるか。木曜日まで行くと3月7日か。木曜日かな。晴れちゃえば駐車場がそこそこ広さがあるんで止められると思います。戻りますか。今日この後ちょっとね後輩がね辞めちゃうんで贈り物をね買いに行きたいと思います。プーさんがね好きなんでね、プーさん関係の何かをね、私らしいプーさん関係の何かを買いたいと思います。ってことでね、ご視聴ありがとうございました。多分ね、今日あげる動画はこれ開けると思います。3月10日、11日にね、開催されます。なんだっけ、河津桜祭り。はい、第10回西志津河津桜祭りですね。3月10日、開催時間10時から15時まで。西シーズスポーツ等多目的広場、模擬店なんかも出るんですね、この当日だったとね。こういう感じになってます。お近くの方ね、ほんと綺麗に咲きますんで、この写真の通りね、よければ私のね、去年の動画をちょっと見てもらって、それ見てもらうと分かると思うんで、ぜひねお近くの方、お暇な方、お越しください。それではね、ご視聴ありがとうございました。バイチャ。